こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの夏のセールはこの5点だけ買えばいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。本日はですね、7月9日なんですが、今日撮ってそのまま夜にですねアップしたいなと思ってるんですが、ユニクロのセールで結構良いものを見つけたので、皆さんにですね全力でおすすめの商品をですね5つに絞ってお伝えをしてみたいなというふうに思っています。ユニクロのセールって2つありまして、期間限定のセールと、あとはですねもう本格的に値下げをしてしまったセール、2つあるわけなんですが、この期間限定の方が結構おすすめで、もう本当に限られた期間だけなんですけども、この時に買えばですねベーシックで定番的なアイテムが結構お得に買えるので、皆さんにもぜひですねトライをしていただきたいなと思ってるんですね。まあ、結構ですねユニクロのアイテムセールになっているものが多いんですが、その中でもプロの目線でこれは買っといて間違いがないでしょうというものをですね、厳選して皆さんにお伝えしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでね、そのままの流れでいきたいなと思ってるんですが、まず1つ目、これはもうマストでぜひ皆さんチェックをしていただきたいものなんですが、タックテーパードパンツですね。こちらちょっと画像を出したいと思うので僕ずれますね。はい、こちらのアイテムなんですが、僕はですね合計3本持ってるようなアイテムで、実はですね今も着用してるんですね。ちょっと見えづらいので立ちますが、これまさしく今履いているのがタックテーパードパンツウルトラライトワイドフィットというものなんですけども、これはね僕の中ではもう本当に気に入っているアイテムなんですね。まあ、ユニクロというとやはり定番的なものが圧倒的に多いので、まあ、シルエットが美しい感動パンツ、これが一番細身で使い勝手がいいんですね。その次ですね、スマートアンクルパンツという僕の動画の中でも散々こすり倒してきた名作があるんですが、これがですね一番多くの方にはまりやすいと思うんですね。あんまり細すぎずに適度にもも周りにゆとりがあるんですが、膝から下にかけてテーパードが効いていて使い勝手が抜群にいいんですね。ただですねもうちょっと中級者以降になってくると、スマートアンクルパンツだともう少しエッジを効かせたいんだよなという気持ちがあるかなと思うんですね。それは僕自身も同じで、スマートアンクルパンツ動画の中では皆さんによくお伝えしてるんですが、僕自身が履くのであればもうちょっとワイドな方が好きなんですよね。その点強いのはユニクロ U なんですよ。ユニクロ U はやっぱりエッジの効いたものが多いので、サイズ感ももっとゆったりめのものがあったりするんですが、通常のユニクロのラインではそれがなかったというところなんですが、ここで登場したのがタックテーパードパンツ。これはですね結構賛否両論もあるかなと思うんですよ。僕らファッション系の YouTuber の方って結構好きな方が多かったりするんだけども、まあ、一般的な感覚だと初級者の方とかだとちょっとなんか癖があるので使いづらいなって感じる方も少なくないかなと思うんですよ。なんで万人に合うようなものではないんですが、ちょっとこうベーシックなところから一歩先に行きたいという方にはこのタックテーパードパンツはめちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。で、金額がですね2990円というところで、ユニクロの通常の価格だと、まあ、これよりも1000円高いので、だいぶ大きいですよね。まあ、そもそもが安いのに1000円引きになるとものすごくですねお得感を感じるので、これはぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。僕はですねブラックを2本持っていて、あとダークグレーをもう1本持ってるんですが、まあ、皆さんも動画を見てですねブラック買った方少なくないかなと思うので、そういう方はですねダークグレーちょっとトライをしてみるのもいいと思いますし、あとはですね、まあ、ネイビーなんかも使いやすいかなと思うので、まあ、このあたり追加の1本を買っていただくのもいいと思うし、まだ持ってない方ちょっと癖があってどうなのかなっていう方も、まあ、この価格であったら一度は試してみる価値があると思うんですね。まあ、最初は見慣れなくてもだんだん履いてるうちに感覚が馴染んでくるというのもあると思うので、これはですねユニクロの名作だと思ってまして、僕の中ではこの上半期ナンバーワンの仕上がりだと思うので、ぜひ皆さんこの機会にトライをしていただければなと思っております。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、
オーバーサイズポケ付き T シャツかっこ5分袖ですね。はい、これももう名作なんじゃないでしょうかね。まあ、この後ですね、また今後白 T の企画をやりたいなと思ってるんですね。実は後ろに白 T が控えていまして、この後撮影したいなと思ってるんですが、各社いろんな白 T を出している中でもオーバーサイズポケ付き T シャツはかなり使い勝手がいいんじゃないかなと思うんですね。ユニクロ U のエアリズムコットンの T シャツもすごく好きなんですね。これもここにあるのでそのまま見せてしまいますが、これですね、これもすごくいいんですよ。1枚でも様になるようなゆったりめのシルエット、袖が長かったりするというところも含めて完璧なんですが、こことの違いとしては胸にポケットがついているかどうかという違いがあるんですね。ここが個人的にはめちゃくちゃ違い、大きな違いだと思っていまして、白 T ってやっぱりすごいシンプルなので、そこにポケットがあるだけでも一つのアクセントにもなりますし、そこになんかサングラスを入れたりだとかメガネを入れるだけでもちょっとしたアクセントになるので、僕はポケット T シャツ大好きなんですよ。まあ、これがユニクロ U で、今手元にあるものだと、まあ、これネタバレになっちゃうのであれですけども、このグリーンレベル最近買ったやつがポケット T シャツなんですが、これもめちゃくちゃ良かったです。質感にこだわるんだったらこのあたりがいいかなとは思うんですが、それをですねオーバーサイズということでもっと気軽に買えるポケット付き T シャツというところで、このユニクロのポケ付き T シャツはめちゃくちゃいいと思いますね。価格がね、990円ということでかなりお買い得です。ほんと1000円未満でこういったものが買えるのはいいと思いますし、サイズ感もちょっとゆったりめにしてあるんですよ。これどこまでいっちゃうかな、いっちゃうとちょっと微妙なんですけど、無印良品のポケット T シャツもあって、それと比べてもサイズ感はゆったりめなので、ベーシック志向の方は無印がいいと思うんですけども、ちょっとトレンド感出したいなって方はオーバーサイズポケ付き T シャツですか、これがねいいと思うのでぜひトライしていただきたいですね。まあ、断然おすすめはホワイトです。他にもカラー展開がありまして、あとはですね、思い切ってブラックとかもシャープに着こなすのはかっこいいと思うので、オリーブのねパンツと合わせたりとかしながらだったらブラックもいいんじゃないかなと思います。こちらも期間限定で、7月14日までですね、あと5日間ありますが、ぜひ皆さんね通常価格に戻ってしまう前にですねチェックされるといいんじゃないのかなと思いますね。続いて3点目いってみましょうか。はい、これまたですね、僕の動画の中では結構定番的に出てきてますギアショーツですね。これもですね期間限定で1290円、ちょっとこれはね衝撃的な価格なんですが、これはね僕の私物があるので持ってきてみました。はい、まさに今日ぐらい暑いとですねショートパンツがもう欠かせないと思うんですね。はい、僕もショートパンツ大好きでよく履きます。なかなかね大人の男性ではカジュアル度が高くて難しいと思われがちなんですが、このギアショーツはですねすごくこうシャカシャカした素材感で、ポケットがね横についていて、少しこうデザイン的にはデコラティブなところもあるんだけども、丈の長さ、裾のこういった太さも含めてバランスが最高です。色さえ失敗しなければ大人の男性でも使いやすいと思うんですね。例えばダークオレンジとか、そのあたりは難しいと思うんですね。あとねオリーブとかは使いやすいとは思うんですが、その中でも僕はこのブラックであるとすごく使い勝手が良くて、まあ、サイズの方ではですねユニクロ U のエアリズムのパープルと合わせたりしているんですが、そんな形で上半身に白 T 持ってきてもいいし、綺麗な色の T シャツを持ってきてもブラックのショートパンツだとちゃんと受け止めてくれるんですね。素材感もいいし、僕はまあユニクロのショートパンツいろいろバリエーションある中ではギアショーツがもう圧倒的におすすめなので、これがセール価格になっている。ちょっと前まではね結構もうサイズがなくなっていたんですけども、また在庫復活していますので、ぜひ皆さんもねこれ見ていただきたいなと思います。こういったウエスト部分もですねサイズ調整が可能になっていて、グッと締めてあげるのもいいと思いますね。はい、本当バランスのいいパンツなので、無印良品の、パンツか、もしくはユニクロの中ではこのギアショーツがもう圧倒的におすすめなので、ぜひ皆さんこの機会に、見逃さずに買っていただくのがいいんじゃないかなと思います。まさにこれからの季節ですね。まあなんかこの雰囲気で言うとグラミチとか、あとはノースフェイスとか、あとはパタゴニアみたいなところが、まあ、競合っぽい感じなんですが、ちょっと値段高いですよ。やっぱりそうなると短パンでも5000円以上になってしまって、1万円弱ぐらいのものが多くなってくる中で、やはりこう1000円台ですよ。
1000円台前半でこのクオリティっていうのはもうありえないと思っているので、まあ、ぜひ皆さん気軽に短パンを頼みしてみるにはですね最高なのでチェックしていただければなと思っておりますと。はい、続いて4点目いってみましょうか。これはですね感動パンツと感動ジャケットのセットアップですね。はい、感動ジャケットに関してはもう値下げしちゃってるのかな。で感動パンツの方が今回安くなっていまして、まあ、両方でセットアップ組んでみるのもいいかなと思っています。これまたね、ジャケットの方持ってきていますが、非常にいいんですね。感動ジャケットのシリーズは、まあ、素材感がねすごくライトで使いやすいのとチープな感じがしないんですよ。シーズンレスであんまりこう春夏の感じだけではなくて秋とか冬に来てもそんなに違和感がないような仕上がりになっているんですね。でポケットがサイドになっていて少しモード感の漂うようなジャケット、ブラックとライトグレー2色ありましてどっちもサイズがあります。まあ、こちらのパンツ感動パンツありますけども、先ほどのタックテーパードパンツよりは少し、サイジングとしてはタイトとは言わないですがコンパクトになるんですね。タックテーパードパンツにちょっと違和感がある方はセオリーとのコラボレーションの感じの方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。はい、素材感もまた全然変わってくるのでよりこう春夏っぽくライトに履けるのが、このセオリーとのコラボレーションのパンツかなと思っています。まあ、これがねすごく価格帯的にも使い勝手が良くて買いやすくなっているので感動イージーパンツ2990円ということでセットアップで買ってもいいし単品で買ってもいいと思うのでぜひこのあたりはですね皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。で続いてラストになるのがですねこれはエアリズムマイクロメッシュ V ネック T シャツかっこ半袖ということでこれはですね、まあ、いわゆるインナー T シャツということで、まあ、主役級のアイテムではないんですね。だけど、まあ、本当に T シャツの下とかあとはシャツの下っていうところでもう夏のなくてはならないアイテムの一つかなと思います。僕もこのようなインナーっていうのはもう絶対着るようにしていまして今もうこの T シャツの下にはまさしくこの T シャツ着てるんですよ。ちょっとチラ見えぐらいしますが、はい、こちら着てるんですね。というのも僕はねこの手のものってグンゼが展開しているインティとかあとはシークって言われるものをですねずっと愛用してきたんですね。あれはあれでも完璧なんですよ。言うことなしの完璧なバランスで特に T シャツ下でも着れるような、ネック周りですね。これがちょっとボートネックになっているので僕はもう最高に好きなんですが1点だけネックがあって高いんですよ。なので気軽に買い替えるという意味ではユニクロのこの価格帯っていうのはやっぱり魅力を感じていまして久々に先日このエアリズムマイクロメッシュ V ネック T シャツ全く同じものを購入したんですね。先々週ぐらいですかね。なのでちょっとセールになってるのが若干悔しくもあるんですが、まあ、期間限定ということで、まあ、これは仕方がないかなとは思うんですけどもこれを買ったところ、まあ、肌触りがめちゃくちゃ良くてとにかく軽いんですよ。でメッシュ状になっているので空気を通してくれるので涼しいんですよね。すごくねそういったなんだろうな使い勝手が最高にそのあたりはユニクロのアイテムって毎年毎年こうアップデートされているので非常に使い勝手がいいなと思います。で、インティとかそのあたりに比べても、値段は安いけどもチープ感っていうのはないのでこれはこれで使いやすいんですよ。ただ1点はネックがあってこの首周りがですねどうしても、ボートネック状のものに比べると狭いんですよね。なので T シャツの端っこから出ちゃうっていう問題がそこがね僕にとっては一番のネックになりましたね。なのでそこはもう安いので仕方ないなと思ってハサミで切ってます。この端っこの部分をですねちょっと深めに切るようにしてるんですね。そうすれば全く問題なく着用できるのでちょっと見栄えが不細工になってしまうというところが悲しくはあるんですがそのような手間もう慣れてしまえば1枚あたりですね 3,4 分で切れてしまうので、まあ、そんな形でちょっとカスタマイズしてもらえば T シャツの下に着ても目立たないのでぜひ皆さんもね T シャツ肌着を1枚かましてあげてきてもらった方がもう明らかにですね長く持ってね着ることができるのでこの手のですねインナーは持っておいていただきたいなとは思いますね。ユニクロが持つですねコストパフォーマンスの良さというところを実感するという意味では790円はまあいいですね。はい、色は3色展開でホワイト、ブラック、ベージュなんですが僕はもうベージュ一択ですね。
ベージュが一番ダサいんですよ。一番おっさん臭くはあるんですが、一番こう白 T とかを着た時に肌とこう馴染んでしまうので目立たないので、もうベージュ一択だと思うので、1枚で着るのは恥ずかしさはあるとは思うんですが、ぜひ皆さんね、この機会にエアリズムマイクロメッシュ V ネック T シャツもお試しいただければなと思っておりますということでね。はい、ということで今回の動画は、このような形でユニクロの最新のセールですね、今週の限定アイテムということで7月14日までというかなり限られた期間ではあるんですが、どれもですねセール価格じゃなくてもおすすめなんですよ。ここ重要で、セールだから急いで買うっていうのはちょっとね、失敗する可能性もあったりするので、僕の感覚としてはこれがセール価格から外れて通常に戻っても相変わらずおすすめなんですよ ね。一番最初にお伝えしたタックテーパードパンツっていうのは、僕は全然3990円でも喜んで買うようなものだし、このメッシュディアズに関してももう間違いなくリピート商品だと思うんですね。まあ、このような価格だとやっぱりこう気軽に買い替えやすいですよね。夏のインナーもやっぱりこう汗が染みてしまうと買い替えたくなるんですよ。なのでそういった点では消耗品だと思うので、定期的に買い替えるという意味でも、まあ、790円でちょっとストック積んどくのもいいかなと思っているので、僕もこの後買ってみたいなと思います。はい、ということで今回の動画ではですね、このような形でセール商品をお伝えしましたが、僕のもう一つ運営していますメンバーシップチャンネルでは、もうちょっと中級者向けのアイテムですとかコーディネート解説をしています。ぜひね、こちらはライブ配信なんかもやっていますので、気になる方概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またこちらのチャンネルとは別にですね、もっとこうライトにですねファッションを学べるようなオンラインサロンというものをやっていまして、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をやっていて、おしゃれ好きの方がワイワイと楽しめるようなコミュニティも運用してますので、こちらも気になる方概要欄からチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。